良い風だ。だ、誰だ？お主は。なんだ、びっくりさせるな。見つかったかと思ったぞ。元気そうだな。里には馴染めたか？少し散歩をな。岩宿の中は息苦しくてな。風に当たりたくて出てきたのだ。ここは絶好の隠れ場所だ。見晴らしも良いし、最高だな。それに良い風も吹く。自由とはいいものだ。この風のように、気ままに世界を旅してみたい。そこには見たことのない景色や、会ったことのない人々がいるだろう。神垣の巫女としては、望むべくもないが。そうだ、お主のことを教えてくれないか？この前は時間がなくて聞けなかった。私に外の世界のことを教えてくれ。記憶喪失？おまけに10年前の横浜から来ただと？私をたばかっておるのではないだろうな。小娘と思ってバカにするでないぞ。本当なのか？すごいぞ！それはすごい冒険談だ。もっと詳しく聞かせてくれ。早速本に書かねば。私は作家を目指しているのだ。珍しい話は必ず書き留めるようにしている。世のおかしきことを集めて本にするのが私の夢なのだ。枕草子や源氏物語のようにいつまでも色あせぬ作品を作りたい。狭いところにいても遥か遠くまで見通せるような作品を。そういうわけで私にもっとお主の話を聞かせてくれ。横浜での激闘、新羅号の出現、軍師供養の到着、そして空に開く鬼門。今まで聞いた中で一番の冒険談だ。これは良いネタになるぞ。しまった、もうこんな時間ではないか。いい加減戻らねば大目玉を食らう。今日はこの辺にしておこう。また話を聞かせてくれるか？おう、その息だ。楽しみにしているぞ。そうだ、お前には教えておこう。実は秘密の通路があるのだ。大昔、神垣の巫女の脱出通路として作られたものらしい。忘れ去られていたのを偶然見つけたのだ。私の部屋のタンスに通じている。良いか、誰にも言うでないぞ。私のことは見なかったことにしておくのだ。ではな、また会おう。よし。じゃあ、しっかりな。
面白いじゃない。ちょっと いらっしゃい。おう。俺らの技が。何者だ。ここは侍の庭。よそ者は去れ。侍たち。場合によっては実力で排除する。だから言ったでしょ、危ないって。何してる。噛むのか、怪しい奴が。そいつは敵じゃない、行かせてやれ。何。しかし一人はこの絵の格好を。そっちは知らん、好きにしろ。ちょっと、私も一緒に戦った仲でしょ。何の騒ぎだこれは。副長。副長、申し訳ありません、侵入者です。侵入者。この絵の椿か。そしてもう一人、K は何者だ。噛むのに。身の引け。客人の相手は私がする。ですが。引けと言った。聞こえなかったか。は、申し訳ありません。助かった。この当変僕、覚えてなさいよ。ここは侍の陣所。この絵を連れてくるのはおすすめしない。私は侍部隊の副長、真鶴。 K の名を聞こうか。なるほどな。 K が弟の言っていたものの負荷。私はカムナの姉だ。話は弟から聞いている。お姉さん。鬼の副長が。俺に何か用か。任務に。あいにく稽古の途中だ。任務なら後で。いや、ちょうどいい。稽古の相手をしていけ。お前の力に興味がある。すまないな、剣術バカで。せっかく誘いに来てくれたのだ。無理にでも行かせよう。だが一つ頼みがある。私にも鬼の手を使わせてもらえないだろうか。その力は若宗に見せてもらった。鬼と戦う上で貴重な戦力だ。代わりに私も任務に協力する。それで頼めないか。ダメよ。これ以上侍に鬼の手が渡ったら、私たちこの絵が何されるかわからないわ。
人体には効果がない？素通りするの？そういうことは早く言いなさい。どうだろうか。感謝する。これが鬼の手。不思議な石の輝きだ。Kの行為に感謝する。早速任務に向かおうか。俺は行くと言ってないぞ。お前には聞いてない。行こうか。好きにしろ。いい気味だわ。おや、君たちは珍しい組み合わせだな。無沙汰をしている和江殿。こちらこそ真鶴君。それにしても侍と近衛の討伐隊とは、これは君の仕業だな。話は聞いたよ。先日の戦いでは見事な武勲を立てたそうだね。新参者とは思えない活躍だ。さすがはからくり使いかな。私たちはモノノフが集まる本部の職員。自然と噂は耳に入ってくる。君の活躍は特に派手だからね。それに私には娘がいてね。最近君のことをよく話してくれる。どうやら気に入られたようだぞ。言うのやめてよね、父さん。なんだ、本当のことだろう。全然違うわよ。公的士として認めてるだけ。父さんは椿に友達ができて嬉しい。今まで一人もいな。やめんか。父さんだと。紹介が遅れてすまなかった。娘の椿だ。仲良くしてやってくれ。そんなに意外か。私は結構似ていると思っているんだが、大間が時で妻を亡くしてね。男で一つで育てたものだから、随分とおてんばになってしまった。そのおてんばがいないとまともに生活できないのは誰かしら。久しぶりに家に帰ってみればゴミの山。信じられないわ、まったく。それについてはすまなかった。私たちは任務に行くの。父さんも本部の仕事してよね。これ以上はやぶへびだな。助言に従うとしよう。真鶴君、モノノフ本部から侍部隊に連絡だ。以前頼まれていた医療品が手配できた。本当か。運のいいことに霊山から補給が来る。後で侍の陣所に届けておくよ。ご助力感謝に堪えない。医療品？戸様の居住区で不足していてな。真鶴君から支援を頼まれていた。はじめは機内側から融通しようとしたが拒否されてしまった。対応に苦慮していたが、なんとかなってよかった。さて、長々とすまなかった。何時に英雄の導きがあらんことを。
ねえ。当てとない旅、それもたまには悪くない。好都合だ。蒸気の濃度が上がった。気をつけろ。Shoot it.
正気濃いわね。気をつけて。鬼の副長、マイラ。
後に続く。集まるのかよ。上々だ。やるな。目標は達した。勝利だ。あなたって何か目標あるの？私は当然立身出世よ。まず狙うは隊長の座ね。
ちょっと鎮魂の舞を捧げましょう。これは驚いた。これが鬼の手の力感。見たままそうだったが、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだようだ。鬼がいる時点でもうまともじゃない。何が起きても不思議はないさ。それもそうか。すまないな。どうも超常現象にはならない。私たちは表の歴史、明治の世で普通に生きていた身だ。裏の歴史の存在たるケイラが操る技には時折頭が追いつかない。ケイほどの使い手でもそう感じるものなのか。ケイは機内の人間ではないのか。記憶喪失。ちょっと本当なの？自分が誰かもわからないのか。そうか。それはすまないことを聞いた。だが今のケイがケイであることに変わりはない。今日は一日世話になった。ありがとう。任務に行くときはまた呼んでくれ。遠慮はいらない。ケイの任務に協力するのが役場だ。やるじゃない。鬼の副長を配下にするなんて。語弊があるような気もするが、まあいい。ケイらは他の機内の者たちとは違うらしい。とさまだからと他者を侮蔑する様子がない。信頼に足る相手と見た。できればヨシミを通じておきたい。構わないか。感謝する。ケイは最近里に来たと言ったな。ならば一つ知っておいてほしいことがある。この里における不平等についてだ。我ら侍の居住区には神垣の巫女の結界が届かない。巫女の能力の限界だ。機内の居住区が結界で守られているにもかかわらず、父様の居住区は鬼の攻撃に対して完全に無防備だ。異界と境界を接するまほろ場においてこれは死活問題となる。近くお頭戦議があるのを知っているか。まほろ場の新しいお頭を選ぶ儀式だ。ここで隊長をお頭にし、結界を手に入れるのが侍の目標だ。これから対立はより激しくなる。だが知っておいてほしい。争いを望まぬ者たちもいること。今日はこの辺りで失礼する。行くぞカムナ。ああ。お疲れ様。